サンキュー、ルシオ。敵のルシオが助けてくれ。どうしてどうしたそう。まだ移動だったのかよっていうところと、こいつ移動でこんなとこいたのかよっていう。壊れてきたウィンストンで一瞬で消された。アルトに運ばれてきたウィンストンが全ての弾を受けて一瞬で死んだ。ペイロードを動かしましょう。僕だってアッシュ半蔵バフしてイラリー。もうハルトシャッター溜まってんのマジ？やばすぎだろ今のところでシャッター溜まってる。 0.7 ウェーブぐらいでシャッター溜まったんだけど。それぐらいでいいんだよ、本当に。リーパーとかメインみたいな近距離特化の HP 多いキャラだけでいいんだよ。あとはパパはブリギリ。
ンプラ怖い。ゼロです。敵11です、12ですの DPS、ほぼゼロです、3ですので。25キルゼロですから頑張ったな。敵が死ぬほど弱かったのです。DPS やらせないけど、半導体やらないから DPS の気持ちいらないもん。じゃあ、ペイロンにしようかな。でもなんか、剣撃が入るやつでいいな。ジュノンはめっちゃ入るな。どっちがいいですか？これだから。だってデフォルトのジュノがグルーガンみたいな見た目なんだ。そう、めっちゃグルーガンだよ。俺は早い。もう遠くのディーバにバテで回復5連続ぐらいで当たるの本当に気持ちいいな。些細な気持ちよさに快楽を見出して。自衛の鍵詰めを解き放て。大丈夫か。でもマジだけどジュノってあの6コースって小さいです。なんかハンデルみたいな別に薄いんだ。これもスキン向きになるんだね。あ、そうなんだ。なるっぽい。今見てたらなる。4キロ8ですのやついいんだけど、いや、いるだろ、4キロ8ですのやつぐらい。メイでチラッて顔出して、あのバティのウィンドウで瞬殺してやった。お疲れ様です。その前、あの裏取りハイヌーンして負けたし。負けたって何なんだよ。刺さらなかったってこと。イモピタかれて、もう逃げ場の全くない裏取りを知っとるせいで、俺に普通に負けた。でも裏取りハイヌーンってそういうもんだから。自分の道を見つけるんだ。刺さればもう。それ何が強いんだよ。何も強くないロマンだけで。私の地元じゃ罰が当たるけど。ロマンとか言ってるやつが最後の最後で名誉を出すなってところ。確かにそれはそう。これ読まなきゃダメだった。ロマンと言ってる感じしたい。もう一度言うわよ。チームワークは。チームワークは命を救う。でもホームワークは心が死んじゃうよ。ジュノはすごくいいキャラだけど、ビクトリーポーズとかアイラテントがビクトリーポーズ少なすぎるし、スキンがなんか一個ぐらい紫ぐらい。ベンチャーよりマシだ。ベンチャーのあの見捨てられ方。ベンチャー未だにスキン青しかないから、まあ、工場のやつは。まあ解雇されてたから結構。
がブリザードがおる。実際ベンチャー強い、強いから許される。ジュノはさ、なんかものすごい賛否両論なんだけど、こいつは強いな。めちゃくちゃ弱い派とめちゃくちゃ強い派に、めちゃくちゃ強くはねえだろ。めちゃくちゃ強くはない。普通に強い、なんかエスティアとかに入れてる人もいれば、そいつはゴミですし、Dティアに入れてる人もいる。めちゃくちゃ強いの基準をどこに置くかは強いですよ。最強だった頃のソジョーンとかぐらいのレベルかって言ったらそんなことはない。現環境の中でめちゃくちゃ強い方という派とめちゃくちゃ弱い方という派っていうのを2ぐらいハマって見たことがない。俺的にはライフイーバーより強い。オガはライフイーバーより弱いって言ってたよ。いや、そうかもしれない。いや、フローガーの、どこにいんの？信用ならんからな。いや、ボガー、ボガー。ボガーか。まあ、ボガーの方が信用だなと思うけど、正直。いや、どうなんだろう。でも、ボガー、ライフイーバーでアンランキング GM やってたから。その人が言うと、その人曰くライフイーバーより弱いらしいけど、まだ使えてないだけじゃん、ジュノさん。絶対アンランク2 GM やってるジュノの方が強いって言い出す気がするけど、分からんな。今やってる。ああどこにいんの、移動すると。まあ、実際ジュノ低ランク帯で刺されたら絶対に分からない。大外しした、スーツ連携取れたら絶対ジュノの方が強いんだよ。マンシーがさ、なんか謎にいっぱい強化されてきたけどさ、実際どうなんっていう。まあ、マーシー、アッシュマーシー、マジで強いよ。でもなんか、あれなんだよな、なんか俺のよく見る人たち、みんな軒並みアッシュ昨シーズン行ってよかったけど、なんか今シーズンは微妙って言われとって、なんで？それよくわからんな。なんか全体的に機動力キャラの HP 減ったからフォーク強いのかなと思ってた。イラリーとかも強いし。でもなんか機動力、まあイラリーは弱体化もあって、まあそもそもウルトのパワーが桁違いけど、イラリーまあ実際メインのダメージはね、弾数とかしっかりしたから、まあまあ据え置きぐらいの評価で、アッシュは絶対相対的には強くなるかな。225とやってヘッショットどうだろう。相対的に強くなるよなって思ったら、みんなの持ち前のアッシュの評価をいいって言ったら、なんで？多分ね、ジャンプラが結構強いのと、あと多分フランカー出すんだったら、もうベンチャー、トレーサー、ゲンジとかだから、アッシュじゃ太刀打ちできんっていう理由っぽいけどね、大体。ソンバラとか、あの辺、ソンバラとかなんか、バティでプレイオブザゲーム、どっちくー。225族でみんな来ないから、ゲンジとかトレーサーとかベンチャーで、何も変わってなくて、ただそれくらいよく出るようになったから、アッシュが相対的にきつくなっただけっぽいけど。あとまあマーシーをお供に引き連れてるとな、現地とかベンチャーに引き殺されるのかな。